動産食材を使った商品がずらり。世界に通じる北海道ブランドとして毎年選ばれる北のハイグレード食品。今年は107の応募の中から19点が選出されました。これ皮むいてこの大きさってなかなかないですよね、はい、百貨店のカリスマバイヤーも目を輝かせます。あ、本当に全道からいい食材素材を使ったものが集結して、またそこから選ばれたものなので、とても僕はね、素敵で北海道の魅力が詰まった商品だと思います。あちら見てください、蜂蜜なんですけど赤色です。どうして赤色なんでしょうか。アロニアの、果汁をブレンドしているから赤いんです。混ぜるっていうものはなかなかその蜂蜜業界の中ではなくて、独自のアロニアの果汁が特別なものだから、こうブレンドしても美味しく食べれるんじゃないのかなと思うんですよね。こちらは1個およそ200円の高級卵を使った道南七重町のプリン。いただきます。え、もうなくなりました。滑らかすぎてびっくりです。あと卵の味がしっかりします。うちの鶏が食べてるのは、珍しいところでいうと北海道産のバターとかチーズとか、味が濃くなってクリーミーさも上がるんですよね。今回ノミネートされた商品の開発者にはこんな人も。もともとは自動車整備士をやっておりまして、今でも自動車のコーティングなどのお仕事もしております。趣味の燻製作りが高じて作り上げたという特製ベーコン。お肉と塩だけで仕上げたこだわりの一品です。シンプルなんですけど、お肉の旨味がぎゅーっと詰まっててとっても美味しいです。北海道の魅力が詰まった北のハイグレード食品。今回選ばれた商品は今後 JR 札幌駅のどさんこプラザで販売される予定です。